マレーシアのマミーダブルデッカー、マミーシェフカレーラクサージ、揚げ麺に液体入り粉末スープ、粉末クリーマー、火薬がついています。麺はやや扁平の角断面で、もっちりした粘りがあり、滑らかな舌触りです。クリーミーなラクサの場合、丸断面で特別仕立ての麺を使うケースが多いですが、この製品はラーメンの麺そのものという感じです。スープは豪快な唐辛子の辛さを乳臭さが抑え込んでいる印象です。味感は結構あります。甘さはほどほどで、酸味もあまり強くありません。旨味は自然で嫌味がありません。具として油揚げがたくさん入っています。一般的にマレーシアの即席麺は火薬には冷淡なので豪華な印象です。大げさなパッケージじゃないものの、麺もスープも充実している印象を受けました。